リーグをご覧の皆様、ケラです。ケラです。ユーラです。タイゾウです。そろそろハロウィンということですけれども、はい、今までメンバーにしたことのあるいたずらの中で一番面白かったものを教えてくださいとのことで。あら、わかるよ。何？まだ体操加入前なんですけれども、うん、神戸でライブやった時に、神戸、はい、まあ今日ワンマンなんですけれども、うん、よくうちのドラムが生まれるっていう作業をするんですよ。ライブの入りで噂の、はい、でそれの時に、まあ、ちょうど彼の誕生日だったんですよ。あ、で彼にはダマでその、SE が流れて生まれた瞬間に SE ポチッと止めて無音でスポットを当ててハッピーバースデーの曲かな。あ、ハッピーじゃないですか。いや最初キレてたけどね、本人ね。ほんと、なんでやねんって。まあそりゃそうなるよね、うん、バッて手開いた瞬間でキャッと待って真っ暗になってパッついて、あれ楽しかったね。ああ、そういうのいいね、サプライズ的なね。はい、うん、でまあ何か俺的にはあれですね、まだそこまで大それたいたずらはしてないので、はい、そうだね、これからですね、これから覚悟しておいた方がいいですね。うん、僕も来そうだね、それね。そうね、そうだね。秋のツアー楽しみに。わかったわかった。はい、でそして、10月20日に、はい、ビフさん1周年らしいんですよ。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてうち10月26日にニューアルバムリリースです。お、はい、ナロト、ナロトトルテ、はい、よろしく。そして11月には全国ワンマンツアーも決まっています。はい、12月8日には、ツアーファイナルがあります。お、どうで、ブリッツ赤坂、はあ、おしゃれな街、おしゃれに、よろしく、楽しみにしててください。おい、それではキャラでした。さよなら。